受け継がれゆく意志、時代のうねり、人の夢、人々が自由の答えを求める限り、それらは決してとどまることはない。俺の財宝か？欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて、世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。ほう、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。モンキー D ルフィ、海賊が名前を捨てるときは死ぬときだけで十分だ。俺の名前を一生覚えてろ。海賊王になるって俺が決めたんだから、そのために戦って死ぬなら別にいい。あいつらの言う新時代ってのはクソだ。海賊が夢を見る時代が終わるって？え？おい、人の夢は終わらねえ！ベリーさん、俺は本当に驚いたよ。イーストブルーにロジャー船長と同じことを言うガキがいたんだ。船長のあの言葉、新しい時代にかけてきた。あ、海賊王になる男だ！終わり。俺死んだ。終わった。 D はまた必ず嵐を呼ぶ。いいね、ゴールドロジャー。やっぱ海賊はこうでなくちゃ。支配なんかしねえよ。この海で一番自由なやつが海賊王だ。海賊王になるのは俺だ！これより麦わらのルフィを全力で援護しろ！その場にいる者たちを次々に自分の味方につけ、最も恐るべき力を持っている。心残りは一つある。お前の夢の果て見られねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。ロジャーが待ってる男は少なくともティーチおめえじゃねえ。いつの日かその数百年分の歴史をすべて背負ってこの世界に戦いを挑む者が現れる。おめえたち世界政府はいつか来る。その世界中を巻き込むほどの巨大な戦いを恐れている。あの宝を誰かが見つけた時、世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出す、その日は必ず来る。ワンピースは実在する。いいかルフィ、勝利も敗北も知り、逃げ回って涙を流して男は一人前になる。泣いたっていいんだ、乗り越えろ。俺は海賊王になる。この世には偶然などないのかもしれない。全てが必然であるかのように。誰かが生まれる、そして俺たちを超えていく。とかくルフィはまた一段とあの帽子がよく似合う男になった。何の冗談だ。エターナルポースに記録したのか。こんなもんに耐える奴に手に入れられる宝じゃねえ。俺はこれいらねえ。麦わらの一味はこれまであらゆる奇跡を起こしてきた奴らだ。お前には
麦わら屋を倒せねえ。俺は思う。ルフィたちこそが、数百年間、我ら一族と光月家が待ち続けた、世界を夜明けへと導く者たちだ。麦わらのルフィ死亡説、バカバカしい。世界に伝えてくれたぜ。彼はいずれ世界の海の王となる男。麦わらの一味がてめえらの傘下につくのも願い酒だ。うちの船長は誰かの下につくような男じゃねえ。ルフィは海賊王になる男だ。あいつはいずれ海賊王になる男だ。きっとなるから。そいつだけは、そいつだけは笑わせねえ。いつかこの海の王になる男なんだ。ルフィは海賊王になる男よ。ルフィは海賊王になる男だ。麦わらのルフィはいずれ世界を変える男なんじゃ。まだ若いが、この海の王になるのは現四皇の誰でもない麦わらのルフィじゃとわしは思うとる。俺は海賊王になる男だ。ずいぶん未来を見てやがる。もうすぐ会えそうだな、ルフィ。